3月4日奈良県東部農林振興事務所森林共生推進課主催によるキノコ栽培技術研修会が宇田市農林会館において行われました。食用キノコに対する興味と知識を持つとともに、栽培技術の習得および生産意欲の向上を図ることを目的としています。今年度も多数の申し込みがあり、宇田市、曽爾村、三江村から60名のご参加がありました。開会にあたり、奈良県東部農林振興事務所森林共生推進課中西課長よりご挨拶がありました。電動ドリルの取り扱いには十分注意していただき、くれぐれも怪我のないようキノコ栽培技術の研修をしていただきたいと思います。今日は一日よろしくお願いします。続いて奈良県森林技術センター今治主任研究員よりキノコ栽培で森と木を活用と題し、キノコの種類、原木栽培、キノコの調理と保存、植菌した原木の管理方法等について講義が行われました。左側の木材普及菌とか、あと不正菌と呼ばれるキノコはですね、程よく枯れた木があればキノコを出すことができるというキノコで、今回、食菌の対象としているシイタケとかエノキタケ、ナメコ、それらのキノコはそういった栽培が比較的しやすいキノコになります。近年ですね、それらのキノコの培養技術とかも進んで、いろんなキノコが原木栽培できるようになってます。これがある種菌メーカーさんの出しているキノコのラインナップなんですけれども、ここにあるだけで15種類あります。春はシイタケで、暑くなってくるとタモキタケとかアラケキクラゲ、秋になるとマイタケとか、それ秋が深まるとナメコとか、もっと寒くなってくるとエノキタケとか、季節を通じていろんなキノコが楽しめるようになっています。で、カリブセといって、これは植えた菌を原木に活着させるという意味がある作業なんですけれども、植菌した、この時期ですね、またちょっとキノコの菌にとっては寒い時期ですので、固めて保温して保湿もしておくっていうのが菌の活着にはとても重要になってきます。最後に調理についてなんですけれども、まず、椎茸はよく皆さんも食べられると思うんですけれども、原木栽培でたくさん取れた場合ですね、切ってから冷凍して置いておくのが一番おすすめです。そうするとそのまま汁物とか炒め物に使えますし、風味もあまり落ちないので、そのような保存方法をおすすめします。で、なめこなんですけれども、スーパーで売っているものよりも粒も傘も大きい立派なものができるので、天ぷらとかとは炭火焼きとかすればすごい美味しいというふうに言われています。なめこえのきたけについては瓶詰めして保存するっていうのも一つの方法ですね。キノコを入れて、それで煮るとともに瓶に詰めて殺菌して置いておくということで、これで長期保存が可能になります。食器前の話からの説明は終わります。ありがとうございます。
いよいよ食品です。今年度は椎茸、なめこ、えのきだけに挑戦します。はい、ありがとうございます。場所を屋外に移した参加者は小だぎを受け取り、えのきだけを食品しました。実習で使用するのはコマキンです。品種密度が高いので、キノコが育ちやすく、早期収穫が可能なタイプの菌です。最初に電動ドリルで接種口を開けます。電動ドリルの取り扱いは、慣れないうちは危険なので、慎重に穴を開けていきます。開けた穴にコマキンをハンマーで埋め込みます。食品した小だぎは参加者の皆さんにプレゼントされます。昼食を挟んで午後からは椎茸となめこの食品です。菌は形成菌を使用します。形成菌は小が菌を駒形に加工し、発泡スチロールの蓋をつけたもので、菌を埋め込むだけで簡単に食品ができます。また、菌の繁殖力が強く、早期に収穫が可能だと言われています。効率よく収穫できる間隔は上下5センチメートル、中心から4センチメートル離した30センチメートルの間隔で54の千鳥と言われています。回を重ねるごとに作業もスムーズになりました。食品作業の後、質疑応答があり、日頃疑問に思う菌の種類、原木の太さ、カリブセ時の水の管理、キノコ発生時の管理等の質問が出ました。2月の初めに発売したものはやっぱり椎茸菌として使えるんですかね。切ってすぐその日のうちに食品するっていうよりは、少し時間を置いて程よく乾燥をさせてから玉切って食菌するっていう方がより菌が活着すると思います。質問に対し、奈良県森林技術センター森林資源課小畑課長と今治主任研究員が答えられました。最後に、奈良県東部農林振興事務所森林共生推進課中西課長より閉会のご挨拶がありました。皆様お疲れ様でした。
講義から質疑応答まで熱心に行っていただき、事故もなく無事に通ることができましたことを皆さんにお礼申し上げます。今日貯金していただいたえのきたけ、しいたけ、なめこの原木をそれぞれ1本ずつ計3本をお家にお持ち帰りいただき、ご家庭の方で管理していただきますが、冠水の折あるいはキノコが発生した時や食卓に上った時、本日の講義や作業を思い出していただけたら幸いと存じます。皆さんお疲れになっていると思いますので、この車の運転には十分に気をつけてお帰りください。これをもちまして本日の研修会を終了させていただきます。ありがとうございました。キノコ栽培の知識を学び、実際に原木への植菌を体験できた研修会。参加者の皆さんもキノコ栽培技術研修会を通して森林や林業への興味を深められたのではないでしょうか。1-2年後に今日植菌した原木にキノコがいっぱいに発生していることを夢見て、参加者は家路へと疲れました。桃の節句を過ぎ、春らしい暖かい気候に恵まれた3月12日、4年ぶりに第16回宇陀シティマラソンが開催されました。早朝から大勢のスタッフが集まり準備されていました。受付が始まり健康チェックが行われます。今回は県内外から600人余りの参加がありました。 1km、2km、3km のコースで10の部門に分かれて競技が行われました。昨年から運用されている移動診療車も来ていました。物販コーナーも用意されており、黄身ごろも、黒豆パン、奈良漬けといろいろなものが売られていました。移動診療車が皆様おはようございます。開会式が始まりました。大会競技委員長高見隆博さんの開会宣言です。第16回宇陀シティマラソンの開会を宣言いたします。頑張ってください。実行委員長林秀美さんの挨拶です。一日短い時間でありますが、共に走り、共に笑い、共に語る、心の汗を一緒に流してください。天然私たちは楽しく元気いっぱいにゴールすることを誓います。選手代表宇陀市在住の岩竹隆之さん、志宇さんによる選手宣誓です。今年はゲストランナーとして元ダイハツ陸上部選手大越和恵さんを迎え、お子さんと一緒にファミリー 1km のコースに参加されていました。やっぱりこういう地元のレースから
正確に記録するために計測タグを靴に取り付けます。おのおのウォーミングアップをして体をほぐし、スタートに備えます。イエーイ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 、頑張ります。飛騨シティマラソンにご参加いただきまして頑張るぞ。頑張ります。頑張ります。マラソン頑張るぞ。まずは 3km、 中学生以上男子のスタートです。緊張感が高まります。3km の折り返し地点です。よしも時間差でスタートしました。最後の直線に入ります。先頭の選手が帰ってきました。皆さん最後まで諦めずにゴールされていました。女子のトップ選手がゴールしました。最後尾の後ろを自転車に乗った救護隊がついて走ってくれています。 OK! ナイス！ナイス！2km、 小学3、4年男子がスタートしました。続いて女子もスタートです。2km の折り返し地点です。奈良のシャボン玉おじさんも応援に駆けつけていました。2km、 小学5、6年男子がスタートしました。引き続き女子もスタートしました。
沿道の皆さんも応援に力が入ります。応援を力に変えてラストスパートです。ファミリー 1km、 小学1、2年生と保護者がスタートしました。参加者は仲良く手をつなぎながら走っています。先頭の選手があっという間に戻ってこられました。ファミリー 1km、 園児以下と保護者がスタートしました。今回は園児の部が168名、83組と一番多い参加でした。抱っこされている子、泣き出してしまう子、親を置いていってしまう子もいましたが、親子で作るいい思い出になったのではないでしょうか。はい、14です。記録タイムと順位が記された感想賞を手渡され、皆さん嬉しそうでした。参加者全員に記念としてオリジナルエコボトルが配られました。またもらった袋には参加選手限定温泉ご入浴割引券も入っており、疲れた体を休めるようになっていました。各部門表彰式が行われました。 3km 中学生男子の部、 3km 中学生女子の部、
3km 高校生以上男子の部、3km 高校生以上女子の部、2km 小学生 3,4 年男子の部、 2km 小学生 3,4 年女子の部、 2km 小学生 5,6 年女子の部、 2km 小学生 5,6 年男子の部、ファミリー 1km 園児以下と保護者の部、ファミリー 1km 小学生 1,2 年と保護者の部、宇陀の自然豊かな春の風を感じながら、ご年配の方から小さなお子様と幅広い年齢層の方がそれぞれの思いを乗せてマラソンを楽しんでおられました。SDGs しっかりと誰もがみんな頑張って、そして創業70年松塚建設、システム建築、新築工事、改修工事、土木工事、弊社では職員を募集しております。松塚建設。受け継いできた大切な土地、思い出の詰まった住まい、売却のご相談は私たちにお任せください。適正な価格でご納得の査定を行います。秘密厳守、安心してご相談ください。豊富な情報をもとにスピーディーでご満足いただける売却をサポートします。土地、住まいの売却は灰原駅南口三和総合住宅販売へお気軽にご相談ください。